3番線ホーム。駅ビル内にある待合コーナー。松江駅改札口。駅舎、北口前バスロータリー。南口。駅名標。松江駅は、島根県松江市、朝日町にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅。島根県の県庁所在地である、松江市の中心駅。特急や寝台列車を含めたすべての旅客列車が停車する。事務官高度は64734。高架化工事中の松江駅周辺の空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに、作成2面4線の島式ホームを持ち、行き違いが可能な高架駅。隣の東松江駅までは、複線区間である。改札口は1カ所のみ。かつては、信号係の駅員が、下りホームにて、ホームの放送も行っていたが、PRC 化に伴い信号係は廃止され、現在は、改札係が改札口から放送している。当駅は、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、安来駅北木駅間の各駅を管轄しているが、末端部は、出雲市駅を地区駅として、管理業務を分担している。2018年度の1日平均乗車人員は4288人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである、統計1。なお、都道府県庁所在地の代表駅としては、山口県の山口駅に次いで利用が少ない。主な駅弁は、下記の通り。バス乗り場は北口にある。松江駅北口構内。編集構内は、島式のバスターミナルとなっており、バスは、バスターミナル北側に進入口と退出口があり、構内は時計回りで走行する。バスターミナル北側から時計回りに 10.11 番、1から3番、7から9番の各乗り場があり、1から3番乗り場北側に1から3番乗り場と、並行する形で4から6番の各乗り場がある。一畑電車北。松江線の松江宍道湖温泉駅へはバスで15分程度である。早朝、深夜はバスが運行していないため、松江宍道湖温泉駅とのバス連絡が困難である。7番乗り場の前にある松江勤労者、総合福祉センター1階のアトリウムを高速バス、空港リムジンバス、を貴木線接続バスの待合所として利用できる。路線バス、観光周遊バス、編集乗り入れる。バス会社定期観光バス、編集高速バス、空港リムジンバス、を貴木線接続バスなど、編集松江駅北口、編集カラオケ335松江駅前店向かい、及びローソン松江大手千葉町店前にあるバス停で、一部の高速バスが停車する。高速バス、編集宍道湖遊覧船、第一条船場前、編集宍道湖遊覧船、第一条船場前にあるバス停で、ぐるっと松江レイクラインと一部の高速バスが停車する。観光周遊バス、編集乗り入れる、バス会社高速バス、編集西日本旅客鉄道 D 山陰本線、快速、アクアライナー快速、鳥取ライナー普通東松江駅松江駅、野木駅広報資料、プレスリリースなど一次資料、編集統計資料、編集。ありがとうございます。